いよいよ駒取の町長選挙が近くなってまいりましたけれどもですね、この大林町議のところへですね、まあ大林町議が悪いわけでも何でもないですよ。ここへね、これはとんでもない、これはもう選挙違反にかかるんじゃないかというようなことを駒取町の職員が、しかもですよ、これ都知事の、まあ、実質的にはもう秘書じゃないかというふうに言われとるようなものがですね、これまたこれ乗り込んでむちゃくちゃなことをしとるということでね。で、これまあ見てほしいんですけども、これずっとね、これ全然ないんですよ。もう多分これ大林さんこれ消されたと思うんですね。ここに多分これ書いてたんです。こことか、十何日とかね、もっと下の方なんかな。これこんなとこにね、こんなとこへこれ書いてたんだけど、これコメントもうなくなってるんですよね。ここへ書いてたんですよ。こんなとこもコメントないでしょ。これ多分大林議員が消されたんだと思います。ここもそうですね。これ14日のとこでですね、12月14日なんですけど、ここでもうないんですよね。で、ないというのを今確認いただきましたね。で、あるものがあったわけです。何やったか、これですよ。これね、12月14日のとこでこれがあるわけですよ。で、ここへですね、この小林秀夫という人物がですね、これも消してるんですよ、大林議員が。で、ここでですね、まあ、熊取町で、都知事の、まあ、実質的秘書としてですね、ぜひとも、これ、ね、都知事を通さねばならないということなんです。これ読んだって何のこっちゃ分かるでしょ。これはですね、矢野町議をバッシングしてるんです。で、こっち側の方がもっと分かりやすいんだけど、これ20日です。これももう、この大林町議はもう消されてますけどもね。これね、これ矢野さんという名前がはっきりと書かれてるでしょ。矢野町議ですよ。で、豊和さんっていうのは田中豊和町議です。で、維新であった豊和町議ですね。まあ、今も維新なんでしょうけども、これ副町長という役職があるとかっていうね、これ区長の間で牛乳屋さん議員が噂を巻いているとかっていうんだけど、この牛乳屋さんっていうのは、これ田中さんっていうのが熊取で2人おられてですね、もう1人の田中さんですね、田中圭介議員ですよ。牛乳屋さんやられてるんでね。で、区長の間でっていうのを言うんだけども、区長の間でっていう、その元区長の集まりの同心会というのがあるようなんですよね。で、そこのメンバーにこの小林氏が入っておってですね、ここでですね、まさにこの牛乳屋さん議員、田中圭介議員のことをですね、まあ、ボロカスに言うてですね、しかも、まあ、矢野町議のこともボロカスに言うというようなことを私は聞いております。ぜひこれについてはですね、小林さんがですね、何を言うねやと高平、デマを流すなというんであればですね、まあ、ぜひとも私の公開 YouTube でですね、いつでもまあ生放送でやっていただくと。で、はっきりと証拠、誰がどういうことを言うてでおったよというようなこともですね、そこで小林さんに当ててですね、これあなたは私こういう人からこういうことを聞いたんだけど、あなた言った覚えはないんですかということをですね、ぜひともこれはまあ小林氏にオンタイムでぶつけてですね、生でどういうふうに小林さんが言うかと。いうような話を、まあ、全国の皆さん見ていただきたいなというふうに思うわけですけども、ここでもね、インスタで町長の批判なんかしてるんですか、議員でも田中圭介議員でもですね。まあ、インスタ見てますけど、そんなどっかあるんですか、そんな全然ないですよ。だからこう嘘をこないして書いてええんかということですよ。で、何べんも言いますけども、この小林さんっていう方はですね、都知事現町長ですね、藤原都知事現町長のもう実質的にはもう秘書だというふうに皆さんから思われております。で、そんな中でですね、もちろん都知事のことは書かないんですよね。で、対抗馬である矢野町議であったりですね、田中豊和町議であったり、こう、まあ、三すくみになってますからね。で、そこでですね、その2人のことを、まあ、このように書くというようなことがですね、しかもこれ
小林町議のとこへね、わざわざよこんな書いてくるなと思うんですけども、そういうのがね頭大丈夫かと思うんですよ。ほんで一番問題なのはね、この小林氏はですね職員なんですよ、熊取町の、熊取町の広報課長とかじゃないんですか。こう同じ名前なんだけども、これ違う人なんですか。でこう顔も何も出てないからね、これ大林町議となんかこうフェイスブック友達になってるようだから、こう見てみたんです。見てみたらですね、これですよ、こう顔をつけてないからね分かんないんだけども、友達がですね、はい出ました、今井のですね手下である、まあパイプキャット今井のね、まあ、日本をというか大阪をチャイナタウンにしようとする今井豊の手下であるですね樽谷正道が出る、これ不動産屋ですからね、不動産屋もまあ中国の方に買っていただければですね、まあ不動産屋としては儲かるでしょうと。ただ国土を中国の方にですねどんどん横領するのが、これが維新のまあ政策というかね、維新の議員としてやるべきことなのかというのは私は疑問ですけども、まあそれよりもですねパイプキャットとですね、まあ、非常に仲がいいというかですね、こう手下のように使われているというのは、これどういうことなのかというのをですね、まあ、樽谷議員何回も私聞くんですけども、なかなか生で言っていただけないんですけどね、いつでも樽谷議員とはですね、まあ、今井豊も連れてきてですね、田中角元議員がですね、まあ、津田側に叩き落とすと、もうずっと言うておられます、ずっと言うておられましたし、おられますのでですね、まあ、今岳さんは議員ではないのでね、私が代わりに議員になってますから、まあ、いつでも今井豊もですね、この樽谷正道もですね、同じように津田川にぶち込んでですね、ミシシッピアカミミガメの餌にしたのかというぐらいに思ってますから、いつでもですね、まあ、毎回毎回会うたびに挨拶をせえということをね、こうしつけをこの樽にはしたるんだけども、まあ、こういうもんもですね出てきてですね、まあ、津田川に叩き落として、二人を叩き落として、その、川の中に入ってるものを、顔をですね、私は足で踏んづけながらですね、まあ、インタビューしたいなというふうに思ってますんで、いつでも、まあ、パイプカット今井とですね一緒に来ていただいたらというふうに思います。でこれもちろん都知事もですね友達なんですよね、私は友達ちゃいますよ、だからこう友達を追加出てくるんだけど、でこういうような他の方はあんまり関係ないかな、これ一般の方なんですかねと思うわけですけども、これ大林議員と友達になっててですね、これ都知事と友達になってるというようなことでですね、でこれそう別に何もないんですよね、投稿も何もないんですよ、投稿も全然してないですからね。でこれだけ見たらですね、まあ、誕生日がこうなっておるということになってます。でこれご本人と一緒なのかどうなのかよく分かりませんけども、私は見る限りですね、これはまあご本人小林秀夫さんであろうというふうにですね思うわけでございますけれども、こういうような方がですね、まあ、職員がこのようなことを書くということはですね、タレント弁護士ルールで言えばですね、まあ、大阪市の職員であればこれはもうペナルティが課せられるよというようなことですよね。でそれがですね、まあ、犯罪者養成生徒維新の手下もしくは構成員もしくは準構成員であればですね、これ許されるのかというのは非常に大きな問題だというふうに考えています。熊取町長選挙1月21日って書いてますよね。でこういう時にですね、このようなですね犯罪者養成生徒から生まれてたですね、まあ、妖怪人間ベムのようなものをですね、まあ、ずっと生きながらえさせるのかというようなことは熊取町で非常にこれ問われているというふうに考えております。もちろん町議の皆さんもですね、私のように厳しくですね、この緑が悪事を働かないようにね厳しくチェックしていただいたらいいんですけども、なかなかですねこれ熊取町ではですね皆さんお優しいようなことですので、何もしない、まあ、害悪しかまかないということではですね、岸和田の長野公平市長もですね、岸和田市民からですね、お前は何年おっても何にもせんなというふうに、まあ、もちろんあの岸和田だけじゃないんですよ、20ほど今市長がおるんですかね、まあ、どこの緑もですねようやったというような話なかなか聞かないです。まあ聞くのは北摂の方でですね、
枚方の方で伏見市長ですかね、麻生緑ですよね、そこ聞きますよ。ただこれ何回も言ってますけども、枚方の市長、犬が鳴ったって住民サービス上がるんです、猫が鳴ったって上がるんですよ。維新だろうがですね、まあ言うたら参政党だろうがですね、日本保守党だろうがですね、まあ誰がなってもですね、まあ住民サービスは必ず上がるんです。これなんでかと言ったら、枚方金持ってるんですよ。金持ってるから住民サービス上げるというね、しかもこれ職員も考えてやっていくわけですから、だからこそですね、まあ市長がおらんでも職員だけでやってもですね、まあ、住民サービス上がっていくということで、犬がやっても猫がやっても住民サービスが上がるというふうに言ってますけども、そういえばですね、それは枚方がええよねということを言うてもですね、それ誰がやっても上がるわけですから、他のところでもですね、どっか維新の首長がやって何かどっかええようになったところでどこかあるんですか。まあ、もちろん吉村知事なんかはですね、コロナでですね、高齢の方をぶち殺しまくってくれてますけどもね、だけども、まあ、そういうことは一般の方はそれは自分の命を呈してですね、まあ、平均寿命を下げるというようなことで、大阪で高齢の方がたくさん亡くなって年金払う分が安くなったから良かったよねというような話にならんでしょう。それよりもですね、インデックス大阪でですね、一人あれ1000万ぐらい金かかってんじゃないですか。コロナでインデックスにですね、まあ、病院じゃないけども隔離病棟ですよね、野戦病院というふうに彼は言ってましたけども、ああいうようなものを作ってですね、ほんで結局ガラガラで人が入らんかった。だから一人当たりにしたら、まあ、1000万を超えるぐらいだったんじゃないですかね、あの計算してる人がいてましたけどもね。だけどもそれぐらいのお金をかけてですね、まあ、コロナ病棟を作ったというようなことになってですね、非常にお金にシビアですね。一人に対して1000万もお金を使うようなとこは、それはどこの自治体でもそんな言ってないですからね。で、今となれば万博でもですね、アホみたいなことに金要素使いすぎて、で、結局あれ工事も間に合いませんから、ほな今になったらですね、今度は政府のせいにするんですよね。いや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 、あの、うまいこと言ったら維新のおかげでですね、下手打ったら政府が悪いんやみたいなね、ほんまにそういうことをこそですね、まあ、犬でも猫でもやるよっていう、まあ、犬様猫様にですね、非常にこれは失礼にあたる言葉ですけどもですね、それでもなかなか犬様猫様でですね、知事をやっで、いろんな采配を振るうということはなかなか難しいわけですから、そう考えればですね、犬様猫様にやっていただいた方が大阪府政はですね、安寧を取り戻すんじゃないかというふうにも思うわけですけども、そんなことでですね、この全くこの害悪は振りまいてますよ、どこの維新の首長も。でも、まあ、ほぼですね、市民が維新の市長でよかったなというようなことなんかないわけですよ。まあ、イメージつくのはうまいですけどね。だけども具体的にこう見ていけばですね、この首長を選びますかっていうようなね、例えば、大酒飲みのある中のそういう国の指導者とですね、体が悪い女たらしのとか何やったかな、何やったか忘れましたけど、ある中のっていうのはチャーチルですよ。ほんで貧困法制な人を選びますかって、健康志向でっていうことを言うて、まあ、タバコ吸ってたというような話もあるんですけどね。で、どの方選びますかって言ったら、みんなだからその貧困法制で健康志向のって言うんですよね。これヒトラーですよ。だからそういうところだけをね、政策なんかとかやってきたことだけをね、羅列をして、ね、顔隠して ABC にしてね、この ABC 誰を選ぶんですかと言われた時に、緑を選ぶ市民がほんまにおるんかということです。まあ、さっきの例はもうむちゃくちゃですよ、ヒトラーを選んでしまうっていうね。だけどもそういうことを考えたらですね、本当に吉村人気になんでぶら下がれるんか、なんかようわからない、別にあれが男前とも私も別に思いませんけども、まあ、あれやったらまだ横山大阪市長の方がね、横山君の方が人の良さそうな顔してますよ、私から見ればですよ。まあ、吉村知事がですね、人が良くないと、まあ、言うておるわけですけどもね、あの顔つきが人が良くないですよね。
私はそういうふうに顔つけ嫌いだということです。もちろん一番、まあ、どぎついのはですね、松井一郎氏でありですね、で、まあ、タレント弁護士でありというのは分かるわけですけども、それでもですね、現職で、首長で、そんな首長要素は知ってるわけではないですけども、緑の首長でですね、顔だけ見てですよ、人が良さそうな、まあ、現に、人はいいんです、横山君はね、人はいいんです、政治手腕はないんです。だから吉村知事が言うたことを何でもそのまま言うでしょう。前の松井市長の時にはですね、意見ぶつかってたんですよ。記者会見でも吉村知事の言うことと松井市長の言うこと違うかったんですけども、今はちゃうでしょう。横山市長はですね、もう横山知事のカーボンコピーにみたいなことを言うだけですからね、まあ、それはええんだけども、これ維新としてどう考えてるのかというようなことをね、大阪市であればですね、お尻ペンペンだぞというようなことをタレント弁護士が言うてきた、そういう制度を作ったにもかかわらず、熊取町ではこれええんかということですよ。ぜひともですね、こうルールを作ったタレント弁護士も寄ってですね、まあ、長堀で私が行ってですね、まあ、北のようなものを出してきてですね、まあ、レスリングのつながりですね、北は奈良だけどね、私は高石ですから、まあ、奈良から来たですね、奈良から来た、チャレちゃいますよ、来たという私の1個上です、専修大学に行ったレスリングで行ったね、来たというやつがおるんですよ。まあ、来たを出してきてですね、来たにですね、お前は何を考えてんのかと、まあ、小田ちゃんはですね、今も東京行きましたからね、小田ちゃんもいじりませんから、今度はもう北でもいじったろかいということでね、まあ、ちょうど私の一つ上のパイセンということになりますから、来たにですね、何を考えとんやお前はということで、お前が責任を取れということをですね、まあ、北に、長堀4番会ということで、まあ、維新総動員でですね、何をおるか知りませんけども、全部の維新の議員も全部集めとかんかいと、それ対一人でいつでも公開討論やったるからなということでですね、こういうような選挙妨害をするような職員をね、まあ、職員として、まあ、懲戒も何もかけずに生かしておいてええのかと、ところがですね、これも都知事の手下ですから、都知事の手下ならば何をやってもええのかということをですね、ぜひとも熊取町民にはですね、ちょっと考えていただきたいなというふうに考えております。